の天理市にお邪魔しております。で、ちょっとここの道まっすぐ行ってすぐ下に駐車場があります。で、東屋があって、で、今から大国宮山に登るんですけど、その前に桃の尾の滝って言って、春日断層崖に沿う滝の中では最大の規模を誇る落差23メートルの桃の尾の滝、もう登山口のすぐあります。で、ヒロ君、おはようございます。おはようございます。今日は大国宮山に登ります。おトイレもすぐ上のところにあります。改めましておはようございます。滝のもうここ駐車場からまっすぐの道で大国宮山登っていきます。ここから多分ちょっと坂道が続くよ。また1.4キロ、まずは大神寺さんのところに行きます。それではここから行ってきまーす。どっち向き？後ろ向きに、ここトイレ。結構坂やで、ほら、ほんまやな。お、えらい坂やな。いや、すごいよこれ、思ってたより坂道。なんか涼しげな感じで。そうやな。30度って言ったな。30度。30度やから多分だいぶもう暑くなると思います。あ、よかった。山道になった。土の道に変わった、よいしょ。今歩いてきてたら分岐が出てきたんですけど、これ上の道も木に丸印があったりピンクテープがあるので一瞬こう上に行きそうになるんですけど、こっち上行ったらなんか降りていってしまうみたいなので、ここはまっすぐ平らの方を進んでいきます。で、一応ここにも案内板はあります。大国宮山、0.9キロ。なんか帰りが上行かんと下行かなあかん、ここから
大神寺さんの方に登っていきます。上、うん、上に、うん、あれ、階段登らんでも、うん、ここ登ってきてここピューって来れた。お前は、うん、あ、でもすごい石垣、うん、すごいねこれ、うん、ほんまや。さっきの道に一回戻ります。ここめちゃくちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗、うん、よし、そこの道やな。あ、こっちか、ここやな、うん、ここからまた、うん、登っていきます。奥に宮間に、石仏がすごいです、この道、向こうからずっと上もな、そうそう、ちょっとこの上にも石仏の道があるんで、ちょっと行ってきます。待っときます。あ、ここ大神寺さんのお堂の裏から来れんねや。奥の方まで。あ、上もずっと続いてんねや。うん。とりあえずここら辺で戻ります。ここなんやろな。ここなんか。後ろになんか琵琶を弾いてはるお釈迦さんが。お釈迦さんの隣見たら白蛇の、うん、これは何、石仏っていうんかな、ちょっと珍しい、なんか御利益がありそうな、そうやな、出会わしとこうか、うん、ほんまや。え、でもロープ捨てるやん。あ、沢ん中行くっちゅうことか。何なんや。わあ、
ここに、大国山の、そうやな、山頂あるけど、ここ滑らないようにほんと、これしたらもう映るかな、映れへんかもしれへんけど、あそこに綺麗な滝と、ほら上の滝からも水流れてきてる。そう、ほんまや、うん、意外とあれやな、うん、この上か。ちょっと火さしてきた。クモの巣ついた。クモの巣ついた。やばい。クモの巣べったりついた。ここで今分岐が出てきました。大国見山と岩屋町って書いてます。で、このこっちの方を通って降りて帰ることもできるみたいです。で、ここは近鉄テクテクマップっていうのがありまして、あの石に上って書いて。磯の神神社さんかな、そこでお参りをして、うん、ずっと天理の方から歩いてきて山頂に向かうっていう14キロぐらいのコースもあるみたいです。あれ、どっちからでも行けんねんなあ、ほら、なんか白い卵みたいな、これ卵やろ、多分。ほんまやな、うん、これ卵？カエルの卵や。生まれるん？そやわ。よいしょ。よ。結構段差が深いから。うん、笹の道が終わって、終わったらこれ山頂に続く急登かな。うん、多分そうやと思う。めっちゃ綺麗な、うん、よし。なんか大国見山山頂の案内板出てきたんですけど、矢印が2つ、どっちの道からでも行けますよっていうことだと思うんですけど。そうやな、2つ道ある、確かに。そうやな、あの左の方から行きます。行く、うん、うん、左から行く。ほんまやな、めっちゃでっかい。めっちゃ大きいなこの岩どうなってんのこれ
うんで、え、大きい。え、ちょっと待って、これどうなってんの。あ、めっちゃ大きい。で、このままこっち、この、うわ、え、ふなちゃん、なんか今虫くっついたよな。あ、そうか。すごい多いけど、うん、よいしょ。ここめっちゃ坂道になった。着いた。あ、祠がある。あ、やった。めっちゃ急そうだった。来た来た。大国宮間山頂到着しました。標高もぴったり500メートルって書いてます。500メートル、うん、3回取ったある。あ、ほんまや、うん、あ、美和に。ここから、多分実際見たら綺麗なんですけど、あ、うん、ちっちゃくしか映れない。ちょっと白い、白いし、奈良盆地が見渡せます、うん、ちょっと今日曇ってるからちょっと霞んでるんですけど、毎回言うてんで。三角点がないな。全然ちゃうな。うん、なんか油で揚げてるの食感がもう全然違って、めちゃくちゃ食感軽いから、これ何個でも食べれるから、うん、逆になんか2袋ぐらいいけるんちゃう、うん、これめっちゃ味美味しい。セブンイレブンでこれめっちゃ好きなんです、ホワイトチョコラスク。これでダイエット気にしてこれ食べてね。でもこれめっちゃ美味しい。ラスク、こんな感じで、うん、しっかりホワイトチョコがついてます。はい、いただきます。うん、これめちゃめちゃ美味しいね、これしっとりして、うん、うん、何やろ、うん、うん。そしたら休憩終わったので今から下山します。今日はピストンな、うん、ピストンで。これどうする？これこっち行く？こっち行ったら滑るな。これこう、こうや、これ。いいよ、いいよ。あ、横向きのとこ踏まなあかんから。この上に六地蔵さんみたいな姿が見えたのでちょっと見に行ってみます。多分そうやわ、うん、な、六地蔵さん、うん、多分六地蔵さんやと思う。あ、おー、立派、すごい。あ、すごい、うん、わあ。ちょっとこの上もなんかありそうなんで、うん、ちょっと散策してみます。
わ、え、すごい、いや、ちょっとすごめっちゃびっくりした。あ、ちょっとすごい、お墓、お墓かな、すっごい洋さん、すごいすごい、びっくりした。向こうもずっと、いやーすごいなあ。はい、9時39分です。今も物尾の滝まで戻ってきました。はい、戻ってきました。もうここはすごいあの祈りの道みたいなところと急登もあって、登山道の雰囲気がコロコロ変わって、距離は短いんですけどすごい楽しめました。うん、よかったな。よかった、いい道でした。うん、はい、ゴールです。